こんにちは、ココアです。今日は私が最近ハマっている T シャツコレクションの紹介をやっていきたいと思います。イエイ。はい、ということでね、今回は最近めちゃめちゃ T シャツに結構ダボっとしたゆったりして着られるような T シャツにハマっていて、よく集めているんですけど、でいろんなブランドで探していたりとかするんですけど、そんな T シャツのハイブランドに縛った T シャツコレクションということで、今回はいろいろ紹介していきたいなと思います。今回も紹介するブランドはいろんなブランドがあるので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、もしこの動画が気になったという方で、私の動画のチャンネル登録まだ済んでいないという方は、チャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしてから見ていってください。ということで早速やっていきましょう。それではスタート。はい、ということでやっていこうと思います。今回は実際に紹介した後にコーデ紹介とかもやりたいなと思っているので、あと実際に着てみた感じとかもお見せしたいと思うので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、まず1着目が結構一番最近買った T シャツになっていて、めちゃめちゃお気に入りの T シャツになるんですけど、それがこちらです。バーン。はい、こちらのグッチのロゴがついている T シャツになっています。で、こういう最近ちょっとダボっとした T シャツで、ワンピースっぽく着られるような本当にめっちゃダボっとした感じの T シャツにハマっていて、で、こちらを購入しました。ちなみにこれは試着をせずにめっちゃ急いで行ったので買ったので、これはロングっていう感じではないんですけど、まあ普通にダボっとした感じの T シャツって感じで着られるものになっています。ちなみにこれは私はレディースの XL サイズを購入して、後でちょっと着てみるんですけど、丈感はお尻よりちょっと上ぐらいって感じの丈感で、まあでもこの部分とかはちょっとダボっとした感じに着られるかなっていう T シャツになっています。で、こんな感じでね、 T シャツなんですけど、今冬ということで、まあ、T シャツは夏かなっていう感じなんですけど、こういうダボっとした感じの T シャツは全然今の時期にも着て、上からアウター羽織ってみたいな、なんか中入っちゃうと結構暑いので、こういう感じで着たりもしています。で、これは後でちょっと着てみるんですけど、着方としてはなんかワンピースっぽく中にショートパンツ履いて着た着方が好きなんですけど、で最近そういう着方をよくしているんですけど、これはちょっと長めではないので、普通にラインパンツとかと合わせてスポーティーな感じで着るようにしています。で、色がこういうクリーム色で、この羊がついているデザインで、グッチのロゴが結構大きめについているデザインになっています。なんかグッチの T シャツとかバレンシアガの T シャツとか、結構こういう感じでダボっと着られる T シャツが多いのでいいかなと思います。はい、こんな感じの後ろがこういう感じで無地って感じの T シャツになっています。はい、ということで、まず1着目は一番最近買った T シャツということで、グッチの T シャツでした。はい、ということで着てきました。着てみるとこんな感じで、丈感はこれぐらいで、お尻の途中ぐらいまで来るかなっていう丈感になっています。なのでワンピースっぽくは着ることができないので、こんな感じでラインパンツと合わせて、ちょっと夏とかでも着れるし、秋でも着れるし、で冬でもね、ちょっとこの上にアウターとかを羽織ったら全然着られるかなっていう感じで、中入ったら暖かいのでこんな感じで着ています。で、こんな感じで結構ダボっとした感じで着ることができるので、すごくカジュアル感が強くて、こういう感じでスポーティーな感じで合わせても可愛いかなっていう感じです。で、すごく楽ちんなねコーデになっています。はい、こんな感じで、後ろがこんな感じです。で、これにちょっとアウターを合わせて着る着方なんですけど、こういうねグッチの同じくアウターなんですけど、こういうのをちょっと着てお見せしたいと思うんですけど、こんな感じでね着てあげると、なんかさらにカジュアル感がアップして、ですごく可愛いんじゃないかなって思います。全然冬でもすごく暖かいので大丈夫かなと思います。こんな感じでちょっとカジュアルな感じのコーデにできるので、すごく可愛くてお気に入りです。はい、
すごくこのアウターも合っているんじゃないかなって思います。はい、ということでこんな感じでした。はい、ということで続いて2着目紹介していきます。2着目に紹介していくものも同じくグッチつながりでグッチの T シャツを紹介していきたいなと思うんですけど、続いて2着目がこちらです。じゃーん。はい、これが本当にロングっぽくダボっと着られるっていう T シャツになっていて、最近こういう T シャツをね結構求めているんですけどなかなかなくて、でメンズの結構大きめのサイズを着るっていう着方もねいいんじゃないかなと思うんですけど、これはレディースの同じく XL サイズっていうサイズの T シャツになっています。で最初に紹介したものと結構丈感が変わってきていて、これは本当にお尻が隠れるぐらいの丈の T シャツになっています。でこんな感じで結構ロゴと T シャツの色が同じような感じになっているのでロゴが目立ちにくいかなとは思うんですけど、こんな感じでグッチのロゴがついていてテニスのモチーフの時のデザインの T シャツになっています。でこんな感じで結構シンプルな T シャツって感じになっています。でこの着方はなんか T シャツってこのまま着ても、ね、1枚で着ても可愛いんですけど、上から最近メッシュのワンピースとかと合わせるような着方に結構ハマっていて、でそういう着方もいいかなって思って、そういう着方だと T シャツなんですけど全然秋とかにも着られるしっていう感じになっています。でおしゃれ度も結構アップするのでいいかなと思います。でこんな感じで無地の T シャツになっています。こうねなんかパッと見グッチ感はないんですけど、よく見るとグッチってわかる感じのT シャツになっています。でなかなかねこういうダボっと着られる T シャツっていうのはないんですけど、これは見つけた瞬間即買った T シャツになっています。はい、でこういうダボっと着られる T シャツを結構ずっと探していてやっと買えたって感じなんですけど、こういうねダボっと着られる T シャツはすごくラフな感じで楽ちんだし、空港ファッションとかにもおすすめになっているし、旅行用とかにもすごくおすすめになっています。はい、ということで2着目こんな感じのグッチのちょっとワンピースっぽい丈感で着られる T シャツでした。はい、ということで2着目はこんな感じの T シャツをこういう感じで着てみました。でこんな感じでこれは1枚で着てもね可愛いんですけど、上から同じ色のメッシュのワンピースを合わせて着ています。で丈感もこういう感じでこれ1枚で着ても結構長めでワンピースっぽく着ることができて、でなんか下は履いているんですけどすごく可愛いんじゃないかなって思います。はい、こんな感じです。でこう着ることによって夏だけじゃなくて秋とかまで着られるんじゃないかと思います。ですごくねおしゃれに見えるし、これなんか別々で買ったんですけど1着のセットみたいな感じになってすごく可愛いんじゃないかと思います。でロゴの感じもそんなに目立ちすぎてない感じになっています。でこれにこういう感じでストンとした感じでストレートで着てもね可愛いかなと思うんですけど、こういうグッチのベルトなんですけど同系色なんですけど、まあ、黒とかでもいいかなとは思うんですけど、こういうベルトをちょっとこんな感じでウエストに巻いてあげてきてもこういう着方もすごくおしゃれ度がアップして可愛いんじゃないかなって思います。ベルトしてみるとこんな感じです。はい、こんな感じでこういう着方もすごく可愛いのでいいと思います。でこんな感じで結構着ているんですけど、でこの着方はさすがに今の時期もう冬なのでしないんですけど、秋とかにこういう着方は結構していました。はい、2着目着てみた感じはこんな感じでした。はい、ということで続いて3着目。3着目はブランドが変わってグッチの T シャツはこれで以上になるんですけど、続いてこちらです。バーン。はい、こんな感じのバレンシアガで買ってもらった T シャツになっています。でこのここからは結構ダボっとした T シャツというより割とピタッとした感じの T シャツって感じになっているんですけど、まあ、こういうね T シャツも結構使えるのでスカートとかに合わせて使えるのでいいかなとは思います。
で結構最近はこういうピタッとした T シャツというよりダボっとした T シャツを探していてハマっているという感じなんですけど、これは今年の夏前ぐらいに買ってもらったものになっていて、こんな感じで結構丈感も短めなのでスカートに合わせると可愛い T シャツになっています。パンツとかというよりこういう T シャツはねスカートとかに合わせるといいかなと思います。でこんな感じでロゴがバーンって感じの T シャツなんですけど、こういうなんかいろんなブランドの T シャツを結構集めていて、でこういうロゴがバーンと書いてある T シャツを探しているという感じになっています。でこんな感じでこれはバレンシアガの T シャツなんですけど、普通の T シャツって感じじゃなくてちょっとここのロゴの部分がカラフルになっててちょっとデザインが変わった感じのものになっています。このデザインのバレンシアガの T シャツは結構あるんですけど、こういうカラフルになっているロゴのものってあんまり着ている方がいないので被らなくていいんじゃないかなと思います。でこんな感じで袖はちょっと折ってきたりっていう着方をしているんですけど、こういうロゴの T シャツと合わせるときは下とか合わせるものはあんまりロゴにならないように気をつけて着たりとかっていう感じで、このロゴを目立たせてあげる感じで着るようにしています。で無地の T シャツなので下は柄物でいいんですけど、ロゴとかでは合わせないようにしています。で後ろはこんな感じで無地という感じのホワイトの T シャツになっています。夏はねこれ本当に白なのでめっちゃいろんな服に合わせやすいし、すごくお気に入りの T シャツになっています。でこれは本当にピタッとした T シャツという感じなので冬には着ないんですけど、夏にねめちゃめちゃ着ていた T シャツになっています。でこれはこんな感じでバレンシアガの T シャツなんですけど、バレンシアガの T シャツもこういうピタッとしたものとダボッとワンピースっぽく着られる T シャツを欲しいなと思っていて、今またそれを探しているところです。で最近こういうダボッとした T シャツにもハマっているんですけど、ワンピースっぽく着られるパーカーとかも探していて、割とダボッとした感じのようなシルエットの服にハマっているという感じなので、ちょっとカジュアルな T シャツとかにもハマっていてこういう感じで集めています。でまだねバレンシアガの T シャツ1着しか持っていないので、ちょっとまだね集めていきたいなと思っています。でグッチの T シャツもこれからどんどん集めていきたいなと思っているんですけど、最近は T シャツの中では結構ダボっとした T シャツでバレンシアガとかグッチとかにハマっているかなという、カジュアルな感じにハマっているという感じになっています。でこれはどちらかというとピタッとした感じなので、カジュアルというよりちょっとドレッシーな感じのスカートとかとも合わせられる T シャツになっています。はい。でこんな感じでロゴがねカラフルなのでいろんな服に合わせやすくて、この色が入っているこういうスカートとかと合わせるように着ています。はい。ということでね、3着目の T シャツはこんな感じのバレンシアガの T シャツでした。はい、ということで着てみました。着てみるとこんな感じです。はい。3着目は1、2着目とはガラッと変わった感じで、ちょっとスポーティーでカジュアルという感じではないんですけど、こんな感じでちょっとこういう綺麗めな感じのプリーツスカートと合わせてみました。でこういう着方をすることが多いんですけど、こんな感じでこの T シャツは結構ピタッとした感じの T シャツになっているので、インして着てあげると可愛いかなと思います。ダボっとした T シャツはインせずにそのまま着るっていうことが多いですけど、こういうピタッとした感じの T シャツはこういう感じでインして着るっていうことが多いです。で T シャツなんですけど、こういうスカートとかと合わせることで T シャツがちょっとカジュアルな感じで、で下はこういう感じでちょっと綺麗な感じで合わせてみたんですけど、こう合わせることでなんかカジュアル感もあってすごくバランス的にも可愛いんじゃないかなと思います。で、それがちょっと長めなのでこういう感じで折ってきているんですけど、あとカラフルなロゴだったのでカラフルなスカートでこんな感じで今回は合わせてみました。で、こんな感じでこういうシルクの素材に T シャツの素材を合わせて着ています。
はい、ということで実際に着てみるとこんな感じでした。はい、ということで続いて4着目に紹介していくものがこちらです。じゃーん。はい、これも割と最近買ってもらったディオールの T シャツになっています。で、サイズ感はこれはバレンシアガの T シャツと同じぐらいのサイズ感になっていて、ディオールの T シャツはこういうピタッとした T シャツが多いんですけど、ディオールの T シャツも結構今年に入ってくらいから欲しくて、で、これを買ってもらいました。ディオールの、ね、T シャツとかこういうロゴがついたパーカー、トレーナーとかもすごく可愛いので集めているんですけど、これもすごくお気に入りの T シャツになっています。シンプルにディオールのロゴがこういう感じであって、で、ディオールって感じじゃなくてこういうなんか分かりにくい感じのロゴって感じなので、そんなにロゴの主張もしすぎてなくて可愛いかなと思います。で、これも白ですごく夏とかに合わせると可愛い T シャツになっています。で、バレンシアガの方は割となんかカジュアル感のある T シャツって感じなんですけど、これは淡い感じのピンクって感じなので、下はすごくガーリーな服装で合わせてパステルカラーでコーデをすることが多いです。で、これはなんか今年は着ていないんですけど、冬の AW コレクションのデザインのものになっているので、秋冬物として売っていたものなんですけど、来年の夏とかたくさん着たいなって思っています。あと沖縄にも着ていったものになっています。こんな感じでシンプルに白地の T シャツになっています。なんか T シャツは結構白のものが多くてっていう感じなんですけど、白はすごく合わせやすいのでいいんじゃないかと思います。で、ロゴが立体的になっている感じのものになっています。最初このディオールの T シャツは薄いベージュピンクみたいな色が欲しかったんですけど、もう売り切れれなかったのでこの白を購入したんですけど、ここの部分が目立って、で、白だしすごく合わせやすいのでいいんじゃないかなと思います。はい、ということで4着目はこんな感じのディオールの T シャツでした。で、こんな感じで T シャツはこういうロゴがバーンとある感じのものをよく集めているので、ロゴが入っているものが多いかなという感じになっています。で、たまになんか可愛いキャラクターだったりとか、あと柄が総柄っていうものとかもあるんですけど、 T シャツはなんかボトムスが柄物が多かったりするので、こういう無地のものとかを買う方が多いかなという感じです。はい、こんな感じです。はい、ということでディオールの T シャツを着てみました。こんな感じです。で、まずこんな感じでピンクの花柄のキュロットなんですけど、こういう感じでピンクで同系色で合わせている着方なんですけど、こんな感じでね、ガーリーな感じの服装に合わせてあげると、このディオールの T シャツは可愛いかなって思います。形はなんかカジュアルな感じなんですけど、これになんかガーリーすぎるものとかと合わせるというより、こういうちょっとガーリーなんだけどキュロットでちょっとカジュアル感もあるっていう感じの服で合わせてあげると、バランスとかも良くてすごく可愛いコーデになっているんじゃないかなと思います。個人的にこういうなんかガーリーすぎずカジュアルすぎずっていうコーデがめちゃめちゃ好きなんですけど、こんな感じで合わせています。で、今同系色ということでピンクのキュロットで合わせているんですけど、ちょっと色を変えてみて、こういうね、同じようなキュロットなんですけど、こういう感じでピンクが入っているのでパステルカラーで合わせてあげてもすごく可愛いコーデになるんじゃないかなと思います。なので、この T シャツを合わせるときはビビッドな感じの服装で合わせるというより、こういうガーリーな感じのパステルっぽい色とか、こうピンクとかで合わせてあげて、ちょっとガーリーな感じに着て夏っぽくしてあげると可愛いかなと思います。はい、で、ディオールはこういう感じでなんかカジュアルすぎずガーリーすぎずっていう感じがすごく可愛いので、この T シャツもめちゃめちゃお気に入りです。はい、ということで着てみるとこんな感じでした。はい、続いて紹介していく5着目がじゃーん。はい、こんな感じの、これはプラダの T シャツになっています。めっちゃシンプルにプラダのロゴがすごく小さい感じで
デザインがあるって感じの T シャツなんですけど、これはなんかこうやって1枚で着るというより、なんか中に着て上からジャンパースカートだったりワンピースとかと合わせて着る方が多いかなっていう T シャツになっています。まあ、普通にパンツとかで合わせても可愛いかなとは思うんですけど、すごくロゴがシンプルでほぼ何も柄がないみたいな T シャツなので、まあそういう感じで着る方が多いかなという感じです。で、本当にシンプルでこういう真っ白な T シャツで、ロゴもすごく小さくてこういう感じになっています。プラダも結構バーンってロゴがある感じのものもあるんですけど、これはシンプルなこちらを購入しました。で、このサイズ感はなんか結構大きめっちゃ大きめなんですけど、なんかワンピースとして着られるっていうほどではないかなっていう感じです。で、こういうなんか T シャツは中に着る用のものと普通に1枚で着るものと分けて買ったりしているんですけど、ジャンパースカートとかと合わせて着たりとかっていう着方も結構するので、そういうインナーとして着られるような T シャツっていうのも買っているかなって感じです。はい、で、これも今年購入したものになっているんですけど、5着目の T シャツはこんな感じのプラダの T シャツでした。はい、ということでプラダの T シャツ着てきました。こんな感じです。で、これはさっきも言ったようにこんな感じで、なんかインナーというより中にこういう感じでジャンパースカートみたいなものと合わせたりとかっていう着方が多いかなっていう感じです。で、ディオールのものと最初に紹介したバレンシアガのものは似たような形の T シャツになっているんですけど、これはちょっとロングとかではないんですけど、ちょっとダボっとした感じのピタッとした感じではないので、こういう外に着る服はこういうちょっとピタッとしたものと合わせて着ています。で、これ以外にも結構いろんなジャンパースカートと合わせても可愛いんですけど、こんな感じで着てみました。で、これはすごくカジュアルな感じの T シャツになっています。ということで実際に着てみるとこんな感じでした。はい、ということでここまで5着今年買ったものの T シャツを紹介していったんですけど、割と最近買ったものになるんですけど、ここからは結構前から持っていたもので T シャツにはまる前から持っていたものになるんですけど、そちらあと2着をちょっと番外編になるんですけど紹介していきたいなと思います。続いてがこちらです。じゃーん。はい、こんな感じの結構見覚えがある方いるんじゃないかと思うんですけど、フェンディの T シャツになっています。で、これは結構長く着ているもので、こういう感じでまあ、セットアップで買ったものになっていて、セットアップで着る場合と普通にこれ1枚で普通にショートパンツとかと合わせて着る場合があるんですけど、こういう感じのフェンディのロゴがここにあって、で、キャラクターがついているみたいな結構ピタッとした T シャツにはなるんですけど、丈感は長めでお尻が隠れるぐらいの長さの T シャツになっています。これは普通に T シャツにはまって買ったというより、セットアップで着ると可愛いかなって思って買ったんですけど、なんかホテルでルームウェアとして着たりとかっていう着方をしています。で、これ1枚で着るときは普通にお出かけするときとかも着たりしているんですけど、こんな感じのさくらんぼの柄の T シャツになっています。で、後ろはこんな感じです。はい、ということで6着目の T シャツはこんな感じのフェンディの T シャツでした。で、これフェンディの T シャツなんですけど、フェンディもなんか今年とかは結構カジュアルな服が売っていて、 T シャツとかも結構カジュアルなものとかがあったので、そういうものも気になって買おうかなと思っているんですけど、いろんなねブランドを集めていきたいなと思っています。はい、こんな感じです。はい、ということでフェンディの T シャツ着てみました。こんな感じで T シャツとショートパンツで合わせているんですけど、 T シャツと合わせるときはこうやってショートパンツ、デニムのショートパンツと合わせる着方が多いかなって感じなんですけど、
こういう感じで、これはセットアップなんですけど、こうなんかデニムの白いショートパンツと合わせて着て夏っぽくしています。はい、こういう着方が結構この T シャツは着ることが多いかなって感じで、こんな感じで割とピタッとした感じなんですけど、丈感はお尻が隠れるぐらいで長めの T シャツになっています。柄物だったので下はシンプルに白のショートパンツにしています。はい、ということで着てみるとこんな感じでした。はい、ということで最後7着目、7着目は、まあ、ハイブランドではないんですけどよく着ている T シャツということで紹介をしていきたいなと思います。はい、ということで最後7着目に紹介していくものがこちらです。じゃーん。もうこれはね、着すぎて結構ヨレヨレ感はあるかなと思うんですけど、ラルフローレンの T シャツです。で、めっちゃ生地が薄くて、ですごく暑い夏とかにめっちゃ着てる T シャツになっています。これ普通のね、こういう T シャツになるんですけど、すごくお気に入りの T シャツということで紹介をしています。これも結構前から着ているんですけど、これシンプルに白で、この柄がなんかあんまり可愛くないみたいな感じで言われることもあるんですけど、この柄結構気に入ってて、これフラダンスしてるみたいな柄がなんか可愛いなと思って気に入っている T シャツになっています。で、これは中に着たりとかっていう感じで着ているので、実際に着た感じとかは紹介しないかなと思うんですけど、で、後ろはこんな感じで無地って感じなんですけど、すごくこの柄が可愛くてお気に入りなのと、あとすごく薄いので、なんか上からビスチェとか重ね着っていう着方もできるかなっていう T シャツで、まあ、そうするとこの柄は隠れちゃうんですけど、そういう着方もできて結構気に入っている T シャツになっています。最後7着目の T シャツはこんな感じのラルフローレンの T シャツでした。はい、ということで7着紹介していったんですけど、私の T シャツコレクションの紹介は以上です。はい、ということで今回はこんな感じで、私が最近ハマっている T シャツコレクションということで全部で7着を紹介してみました。最初の5着が今年買ったものになっていて、なんか T シャツハマり出して買ったものになっているんですけど、最近はピタッとした T シャツというよりダボっとした感じの T シャツにハマっていて、で、ロゴがついている感じの T シャツにハマっているので、いろんなブランドで集めているという感じです。今年に入ってぐらいから結構 T シャツ買ってハマってみたいな感じだったので、また来年もね、いろいろいろんな T シャツ集めていきたいなと思っているので、また増えたらこんな感じで動画で紹介したいなと思うので、次回のこんな感じの動画も楽しみにしていてください。ということで、この動画が皆さんの服選びの参考になったら嬉しいなと思います。今回はコーディネートとかも紹介していったんですけど、ぜひ参考にしていってください。で、最近はカジュアルな感じに割とハマっているので、こんな感じでハイブランドの T シャツを結構集めているんですけど、ハイブランドなんですけど T シャツは結構安く買えたりもするので、意外とおすすめかなとも思います。で、私はまだ T シャツを今年ぐらいから集めているので、すごく少ないんですけど、ちょっと気に入るものがあんまりなかったりとかっていう感じで、あんまり枚数は少なかったかなと思うんですけど、これからね、どんどん集めていきたいなと思っています。で、今回紹介した T シャツはこんな感じで少ないブランドにはなっているんですけど、これからなんかいろんな違ったブランドの T シャツとかも集めていこうかなとも思っているんですけど、今持っているものはこんな感じです。ということで、動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。私の動画ではハイブランド購入品紹介だったり Vlog、 いろんな動画を毎日平日は16時、土日祝日は朝8時に動画を投稿しているので、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 Thank you.